絹笠草は日本を意味する。和名は放射状に並ぶ葉の様子を奈良時代の高貴な人に差し掛けた絹笠に見立てたことに由来する。別名が花笠草。根茎は太く、茎の高さは30から80センチメートル。茎は根茎から一本が直立し丸くて太く、難毛があるかまたは無毛、基部には膜質の輪肩葉がある。 茎の先に7から11個の葉が臨生する。葉は、長さ15から25センチメートル、幅5から8センチメートルの東卵状皮心型で、先端は短く尖り、表面に光沢があり、両面無毛で、柄はない。傘のように広がった葉の中心から、長さ3.5から7センチメートルの家計を伸ばし、大きな花を1個つける。開花時期は六から八月。 花の直径は6から7センチメートル。白い花びらのように見える大きな外花皮片は6から11個あり、はじめ白色で、花の後に、格子色に、柿に、薄緑色になる。内花皮片は外花皮片と同数で、白色で、長さ10から15ミリメートルの糸状で目立たない。湯髄は15から20個で2列に並ぶ内花皮片とほぼ同じ長さ。 薬は黄色、線形で、長さ5から8ミリメートル、花糸とほぼ同じ長さ。脂肪は緑色、架中は8から10個で、外側に曲がる。液化は、緑色の直径2から3センチメートルの球形で、後に、国子食に熟し甘くなり、食べられ方向がある。白山の登山道での狐と天の糞の調査で、さそうの植物物質が、 それぞれ15.1%、19.1%の出現頻度で確認された。染色体数は 2n イコール40。車場つくばめ層に禁じした種であるが、得意な形態で禁煙種はない。2010年10月7日に、英国の旧王立植物園は、日本固有のキヌガサ層が、これまでに記録された範囲では、細胞一つあたりのゲノムサイズが、 最大の種であると研究報告した。キガサソ草の群落、日騨山脈の白馬だけにて、日本の固有種で、本州に分布する。青森県が北原、白山が西原、赤石山脈が南原。関東地方北部と東北地方の各山地にも分布する。基準標本は白山のもの。古くから研究されており、 1884年に白山で採取されたものが東京大学に最も古い標本として残されている。田中澄江による新花の百名山で針の木だけを代表する花の一つとして紹介されている。山地帯、赤山帯、高山帯下部にかけての三山の湿った草地、明るい林床、紅葉樹林内に自生する。 湿った場所に群生することが多い。山野草として利用されている。キヌガサ草の葉裏で、先行アモクのアザミウマの新種が確認された。本種のみで、キヌガサ草族を構成する。つくばね草族や、遠ソ草族と、形態的共通点があり、二族間の雑種起源とも言われる。従来の分類では、ユリカつくばね草族に分類されていた。 遠礼相続に分類されていたこともある。アジア大陸産の属に近いとする見解もある。歯の裏に毛が生える変種として、裏撃ぬがさそうがある。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。青森県では、変種の裏撃ぬがさそうが、A ランクの指定を受けている。環境省により、上新越高原国立公園と、 中部山岳国立公園で自然公園指定植物とされている。ありがとうございます。